ちゃっちゃっこんにちは。前回引き続き、はい、今回はパ・リーグ編を、パ・リーグ行きましょうよ。あのこれゴールデンウィーク、はい、どうなっていくか。パ・リーグはね、はい、セ・リーグの日程と比べると、はい、少し楽だったんだよね。3連戦あって1日空いて全球団、はい、6連戦、はい、通常通りなんだけど、はい、まあやっぱりもうそのデーゲームが多かったとか、うん、まあそういう疲れがあるとか、はい、まあそういうのがあるんだけど、でもセ・リーグよりもパ・リーグの方がそんなに動きはないかな。ソフトバンクはグラシアルっていう選手が帰ってきて、はい、戻ってきましたね。あれ戻ってきたら半端ないな。そこ打ってましたもんね。そこ打つよなあ、どこまで溢れて出てくるっていう。嫌ですね。誰が出てきても勝ちますもんね。ソフトバンクはね、いや怪我人が戻ってくるだけだから。そうっすね、本当戻ってこなくたって首位キープだから。そりゃ本当そうっすよね。やっぱこれは安定してるよ。いい選手がボロボロいます、本当に。まあ、足も使える選手はいる。長打打てる、ね、160キロ投げて、おまけにお化けフォーク投げるやつ。おい、どうすんだみたいな。やっぱ強いよ、安定してるよ。強いっすわ。雰囲気もなんかやっぱいいですよね、いいすねチームの頃。マッチが元気、めちゃくちゃ元気さ、ね、もういやもう熱そうって言ったら一回転してたからね、片足で。ああやってましたね。アレンジ加え出しましたもん、ね、マッチはね、野球選手として素晴らしいね。やっぱ子供の日とか、はい、なんか子供が多く見に来る日を意識してるのかもわかんないけど、うん、松田のあのハッスルぶり、うん、あれは見習わなきゃダメだね。本当に素晴らしい選手だと思う。セーブ、あ、お、セーブ行きましょう。秋山が当たってきたね。いや、来ましたね。本当ですね。もう、ね、はい。だからそういう意味ではまあまあピッチャー次第かなっていうところがあるね。あと高橋コーナーを勝たしてあげるか。そうですね、うん、やっぱり一つノリ、あと戸上頑張れ。もっと、ちょっと ね、打たれますね。打たれたね。で、田畑の時には絶対勝たなきゃいけない。それができるようになったらやっぱ安定して上に行ける、ね、なんか若手のピッチャーを育てるのに打線がどのぐらい援護できるか、うん、で援護できて勝ち星がある程度重なってオールスターを迎えるとやっぱ後半勝負になっていくな、うん、楽しみだよこれから、はい、楽天、はい、やっぱり苦しくなってきたな。まあ、ちょっとずつやっぱ岸則本がいないっていうのは苦しいよ。でかい穴ですよ本当に。なあ、はい、春先まではやっぱみんなでねタッグ組んでみたいなことはあったけども、やっぱ疲れが溜まってくるとミスも出てくるし、そこに耐えきれない、はい、まあ、ちょっと弱い投手陣がいるし、だからそういった意味ではもう早くやっぱ岸でも一人でも帰ってこないとさ、そうですね、ちょっとこれから苦しいかなって。でもよく打つな、まあ、打つのは打つけどやっぱり試合時間が長い。楽天の試合はあやっぱ投手交代もしなきゃいけないし、打たれるし、はい、ね、打つし、はい、逆にそしたらどうしても長くなって疲労が重なってくる。あよく頑張ってると思うけど、はい、やっぱ則本は、まあ則本は別問題として岸が早く帰ってこないかなと思うよね。うん、まあ、いない中ではよく出ます。いやいや頑張ってる、頑張ってる、本当に頑張ってますよ。まあ、柱がいないわけだからな。それで、まあ、柱がいなくても家建ってるみたいなもんだね。危ないっすね。みんなを支えてるような状態だから危ないよ、ね、だから支えたら疲れるでしょ。だからまあよく頑張ってるけど、まあ早いこう故障者の復帰がね、はい、本当にそうですね、待たれると思う。はい、日本の、はい、日本は安定してきてるな、うん、だから戦い方とすれば、はい、まあ慌たるでもなく騒ぐでもなく、じっくりなんかこう見据えて戦ってるっていう感じがして、まあそんなに大崩れもしなければそんなに連勝もしないかなと思うけど、はい、いい位置をこうキープをずーっとしていってくれるかなって思うんロッテ、はい、まあ俺は上がってくるって思うよ。お、はい、これなぜかというと井上が4番に座り出した、はい、結果を出した、はい、まあ一つの柱だよね、はい、まあ楽天の時にも言った前後が働きやすくなってくると思う、うん、そういう意味では、はい、で荻野が怪我しないこと、うん、あの足は使えるから。あ、そうですね、角中の打率が上がってくるとチームの順位が上がってくるというふうに俺は読んでたけど、ね、キーマンは
角中シューター、うん、選手ですね。だから2番に入っててちょっと率が低かったんだよね、はい、まあ勝負強さはあるよ、はい、もちろん勝負強さはあるにしてもやっぱ角中って常に3割打ってなきゃいけない選手だし、うん、出塁率とすればやっぱ4割ぐらいないといけない選手だから、うん、そういう数字が安定してくると俺はロッテは上がってくると思う。うん、ピッチャー陣はピッチャー陣はね、はい、石川に勝たせてあげなきゃいけない。あ、うん、確かに石川まあまあのゲームの作り方をしてるし、はい、まあ一回ちょっと離脱したのがもったいなかったね。開幕してから直後にだからもうそういうハンデみたいなのも取れてくるだろうから、はい、おそらくロッテは俺は上がってくると思うけど、ね、種市とかいいし涌井とかな、ね、まあ、酒井っていうのは中継ぎに入ってて、はい、非常にいいし、うん、で増田もいいでしょ、はい、だからそう考えると俺は角中の打率が上がってくるとともに俺チームは上がってくると思う。だから角中頑張る角ちゃんキーマンですね本当に角ちゃん頑張る、はい、で最後オリックス、はい、オリックスあれなんでかなどこの部分ですか、ね、イントネーションどこのなんでかななんでかないやいい選手はいっぱいいるんだよピッチャーだっていますよね本当になんでかなまとまらないんだよまたエラーの山積みあチリツモじゃない、はい、山積みですかもうこんなにエラーしたら勝てないよそれあってそれとともにもうなんかチーム全体テンションが下がっちゃってダラダラしてるもんねダラダラっていうかあんまり好感が持てるような試合がなくなってきてるもんねだからこれはやっぱ辛いと思うわやっぱ一つの束にしないとさまず何どうしたらいいんですかねいやだからどうしようどうしたいのっていうのも見えないもうそれすらも分かんないってことですか何も分かんないって感じですか見てる感じではないいやだから手の打ち方っていうのはいろいろあると思うんですね手の打ち方はあるにしても何をしたいのかっていうのが全く見えないうーん難しいっすねまあそれをむずいっていうむずいまあそうですねむずいっていうむずいっすねむずいっすよ、はい、だってあれだもんねファーストが取りに行ったと思ったら手引っ込めて、はい、セカンドの福田がなんかが、はい、びっくりするよ、ね、でヒットだっていやいやいやもう責任が持てよっていう連携がもう全然全くできちゃうだからもうそういうことやってると仕上げるよねまずはノックからですかまずノックからねいや本当にね、うん、お前冗談で言ったかもわかんないけど、うん、やっぱノックをしっかりね打つことだよ基本からだよ基本からじゃないとダメだよピッチャーもねやっぱやいいイメージに入るんですよ山本とか、うんはいはいはい、ケース好きもそうだし、はい、あの俺の好きな山本か山本か、はい、頑張ってるよいやめちゃくちゃいいっすよね内容でもポロ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 さんとさもうお前はええ加減にせえって思うよ本当に味方が緊張しちゃうんですよ ね緊張しちゃうよずっとゼロ並べられる見てて緊張しちゃうまたやるんじゃないかとまあでも各球団、はいね、あの交流戦っていうのは順位を大きく変える可能性のあるね、はい、あの戦いが待ってるし、うん、それまでいかに踏ん張れるか、うん、ね頑張ってください、はい